まずはしっかり、休んだ分の、コンディションというところで、しっかり1年間戦える体作りをしっかりして、開幕戦、ピッチに立てるように、仲間と、ライバル争い頑張って切磋琢磨して、まあ、個人としてもチームとしても、レベルアップできるように、ハードにトレーニングしていきたいなと思います。